あのこれがたまには月でも習いましょうっていう、あの10年間もこんな店が持ってるっていう、そういう店なんですけども、うちの店にいらっしゃる方、初めての方結構半分以上でしたね。半分以上、はい。今日はありがたいことにファンさんと一緒にお話できるということなんですが、映画をもうすでにご覧になったという方は、はい、じゃあまだご覧になっていないという方、はい、で、今日もしくは今後見るという方、じゃあまあほとんどですね、はい。いやですね、まあ、私はこの映画をもう1年半ぐらい前、2年ぐらい前に見させてもらったんですけども、まあ、この中にですね、このチラシの中で私のメッセージも使ってもらっていて、この映画に捧げた応援メッセージで私がかつて書いたのが、俗と欲から降りれば幸せが拾える、だとしたらあなたは降りれますか。自分の立つべき場所に降りたい人よ。ファンさんの語りにそっと背中を、ファンさんの語りがそっと背中を押してくれるだろうというメッセージを書かせていただきました。で、今日はファンさんのファンが多いようなので決して私を見に来たわけではないようなので、ファンさんに私もいろいろ皆さんの質問を、まあ、代弁して聞いていく形でもいいですし、直接こんな小さい店ですから何も私を通してこう聞く必要もないのでどんどん発言していただいたらいいなと思っております。スピードは大丈夫ですか。これはい。それで、とはいってもファンさん、私はファンさん大好きですから知ってますけども、ファンさんは隣の国にいてこんなちっぽけな店のこんな店主を知らないと思いますので、はい、去年おととしの12月に放送になった、韓国で放送された私の紹介の映像をご覧いただきますが、皆さんちょっと狭くてそっちの方の方見づらいと思うんですけど、あの背中ねじらせて掘ってしまうといけないんですが、まあ4分ぐらいの映像なのでちょっとご覧ください。저개벌고도행복한삶이도시에서도과연가능할까요도쿄와이케부쿠로에자리한작은바日本語の通訳ないですけど、大体わかると思う。僕みたいなもんですね。小坂氏は大企業で働いた職員でした。もちろん物もあふれて、物もたくさんあって、お金もほどほどあって、好きなことやってるんだけど心が満たされない。それだけじゃなくて、もっとこの競争を生き残りっていうことでストレスを感じ、心が病んでて、もう毎晩夜中にこう、うわーってこう叫んでる。만족스러운사회적지위와수입을얻었지만어쩐지점점더불안했습니다보다높은곳으로보다많이얻기위해앞만보고달리는것이당연한요즘그의선택은어쩐지이상하게보일지도모릅니다회사를그만둔지벌써12년손님들과이야기를나누며음식을만드는지금이즐겁습니다회장오케이터산네오늘어떤그연인들사실은お客さんによってはちゃんとやるんだけど주인과손님의경계가없는이곳それはもうすごいやっぱ勇気をもらえますよね。やっぱ実践している人がいる。で、まあ、最初はそのダウンシフト、もともといっぱい稼いでた状態から本当に身の丈に合ったサイズでのお仕事を始めて、まあ、給料がすごいガクッと減って、でもその中でも楽しくやってます。
テレビ公認チェックされてるからカメラ入っちゃいます。バチステよ。이 작은 가게는 그에게 불안이 아닌 만족을 주는 곳입니다. 진짜 진짜 태양광 같은데. 뭐 태양이 뜨는 때에 고아테. 지금께 오이토크. 도시에 살지만 소비를 줄일 수 있는 방법은 얼마든지 있습니다. 태양이 뜨는 한 전기도 문제 없습니다. 마음만 달리 먹는다면 어디에서도 풍요롭게 살 수 있다는 걸 그는 알게 됐습니다. 예전엔 느끼지 못했던 여유가 생긴 겁니다. 이쯤은 뭔가 遊びに 가나케 이케나이っていう 義務感で, 즉 遊びに 뭔가 しないと 人生 損をするみたいにせかされてる感じで、一生懸命友達誘って飲みに行ったり遊びに行ったりで、一人だと行くとこないと買い物に行って必要のないものを買って、でそれがゴミになるっていう、そういう常に脅迫観念の中で人生楽しまなきゃ楽しまなきゃ、あ買い物しなきゃ買い物しなきゃみたいな、なんかせかされてましたね安部。下へ向かって歩こう、土の上の方が安心、ゆっくりと種まこうよ、一人ぼっちじゃなかったよ。부인과함께자주찾는곳도쿄에서차로2시간거리에있는치바현에서그는작은논을빌려농사도짓고있습니다곡식을수확하는것그이상의의미가이곳에있습니다すごい大きい安心感ですよね。で、何があっても生きていけるという自信につながる。で、自信につながるからそれが自立につながって、自立はこう自由につながるというか、要するにお金をもらわなきゃいけない、お給料をもらわなきゃいけないから会社の言うことを聞く。そうすると嫌なことでもやる、間違えてることでもイエスという。でもそれって自分の心が壊れていく、お金のために。대한직삶에대해서고민하시는분들은과거에좀달라진건있어요。과거에는이제실패를벗어나기위한경향이굉장히강했죠。지금은그렇지않거든요。지금은그런걸충분히갖추고있는분들이이건좀아니다라고생각해가지고다른사람을선택하려고그래요。결국이제삶의질에대한문제예요。그러니까행복을찾기위해まあ、要約するとサラリーマン時代に600万円ぐらいの収入があったんですけど、30歳で、で、帰って心病んで競争主義に敗れて心病んで会社を辞め、でそれでこのお店を始めました。なんで心病んだろう、病んだんだろうと考えたら経済成長システムだ。じゃあ経済成長を落とし込んできて、このお店は成長しない店をやろう。で、当初は週休1日でお店始めたんですけど、口コミでお客さんがたくさん来るようになったので、5年目か6年目に週休2日にしました。で、メニューを減らしました。で、お客さんがこれそういうのを本にか、それで2日にした時に田んぼを始めました。で、お米と大豆を自給するようになりました。で、まあ、本に書きました。そしたら日本全国からまたたくさんの人が来る。でもここでくたびれて、ここは10万円以上売れる店で2回転3回転して外にあぶれてる。で、私一人でやってで、ある日トイレで倒れて前歯を2本折りました。でもこれ以上前歯を失うのはやばいと思ったので週休3日にしました。
それで週休3日にして今、まあ私の店に来る人はみんな会社辞める。突き落とすのが好きなんですね。で、まあ、突き落としただけじゃまあ失礼なので、まあ、ちっちゃい仕事、どうやってビジネスやればいいよってことをお伝えするのと、もう一つ田んぼでお米作れば何があっても生きていけるよっていうことを伝えていくために NPO を作りました。で NPO で今30組ぐらいの方に毎年田んぼを教えしてお米が作れるようになってもらう。でその人たちがまた日本中いろんなところに散ってっていろんな自給しながらちっちゃい仕事をして社会活動もしていく。で私はそれをダウンシフトって言うんで、お給料が下がるってこともあるかもしれないけど、今苦しい、生活苦しい、そもそもお給料が少ない人もいるから価値観を変える。価値観を変えればお金は少なくても心豊かに暮らせるっていうことを、ちっちゃいビジネス、そしてちっちゃい畑、田んぼで実践できるっていうことを示しながら皆さんにも、それをサポートしている。はい、まあ、それがダウンシフトで、で韓国にもある緑の塔、日本、世界で90カ国ぐらいある緑の塔 の日本にその緑の塔が3年前にできました。その時に私も代表をしてて、去年の2月に代表が降りたんですけども、韓国にも緑の塔ありますので交流しています。はい、そんな自己紹介です。ありがとうございます。よろしくお願いします。で、あれ、馬場さん、ここから、はい、どう進めていきましょうか。次にファンさんから、皆さんに、ご挨拶していただいて、でその後、まあ、高坂さんから質問か、皆さんから質問かという形で、ちょっと真ん中へ。ファンデゴンさんです。안녕하십니까반갑습니다안녕하십니까와이데크테고에데스벌써오늘이일본에온지5일째인데요今日は日本に来て5日目になります。매일매일이감동의연속입니다毎日感動の連続の日々を過ごしています。물론와서뭐이렇게관광다니는것이아니고もちろんここで観光してるわけではないので、여러분같은분들을만나는것이기때문에皆さんのような方々にお会いするそのような旅です。말은제가강연을하러왔다그러지만은公演ツアーというふうなタイトルにはなってるんですけれども、여러분들을만나면서진짜많은것을느끼고또배우고있습니다皆様にお会いすることでいろんなことを感じて学んでいる、そのような旅です。특히나오늘저고사카씨만나게된거는큰행운이라고생각합니다特に今日高坂さんにお会いできたのはとてもラッキーなことだと、幸福なことだと。이책을제가한국의책방에서봤는데この本は韓国の書店で見たことがあります。건방책이디자인이좀안좋아요디자인가저도이마이치です예전아이그저그렇고그런책인가보다하고그냥지나쳤습니다네이거디자인이다보다는데스けれども디자인に惹かれなくてそのまま通り過ぎた근데오늘와서이장소를보고고시카씨직접뵈니까직접お会いしてこの場でこの場を感じていると、아진짜 이자리에오길잘했다는생각이들었습니다本当にここに来れてよかったというふうに強く感じました。왜냐하면제가なぜならば私は사람을만날때나강연을할때마다늘듣는질문이人に会ったり講演をするときに必ず聞く質問があります。される質問があります。어떻게살면될까요라는건데どのように生きていけばいいでしょうという質問を受けることがとても多いです。저같이살아라라고말을못합니다でも私のように生きなさいというふうに私は言うことができません。왜냐하면저는깊은산속에거의원시적으로살고있기때문에なぜなら私は今深い山奥に原始的な暮
暮らしをしているからです。도시에사는사람들한테그렇게살으라그러면주라는소리랑똑같거든요。都会に住む人たちに自分のように暮らしなさいというのは本当に死になさいと言ってるのとほとんど同じような状況なので。아근데여기고사고사카상이でも小坂さんは今日ここでモデルを発見しました。とても適切なあのモデルとして存在されている。ですから、앞으로한국에돌아가면제가小坂さんを열심히선전을하려고합니다。韓国に戻りましたら小坂さんの宣伝をしたいと思っています。本が売れて忙しくなっちゃう。最近あまりにもカンパジにかんでます。困ります。こんなの。아무튼고사카상같은분은도시에서고사카상のような도시で천천히사는실천을하고저는시골에서또그런실천을하고이런분들이그지구곳곳에서많이늘어나길바랍니다地球の地球の至る所に増えていくことを願っています。감사합니다。ありがとうございます。今日はファンさんの映像は流しません。で見た方、それからこれから見る方がいらっしゃるので楽しみにしてください。で今日のタイトルは私がファンさんの映画を見て、一番心に響いたメッセージをタイトルにしました。主流を追わず自分へ降りる。強さは弱く、弱さは強い。でファンさんの映画の中で強さは孤立して弱さとなり、弱さは互いに支え合うことで強さになる。素晴らしい言葉なんですけども、もうちょっとそこのところをお話しいただいてよろしいですか。영화를보신분들도있겠지만映画をご覧になった方々もいらっしゃると思いますが、그영화에나오는말들은映画に出てくる言葉たちは수지상이저한테아무런대본도주질않았어요。주지상가아니뭐대신에대본などを与えてくれたことがないんですね。바로그냥물어보고その場で質問して이카메라앞에서바로물어보고카메라の前で바로다대답その場で答えなければいけない。全く事前に何もありませんでした。어떻게보면좀가혹한영화찍기인데ある意味あのとても過酷な撮影だったと思います。덕분에이제저의솔직한측면이그대로드러났다고보입니다。でもおかげで私のとても正直な気持ちが映画にたくさん込められたんじゃないかなと思っています。그런데대화를하다보니까스지상이그약함에대해서굉장히많은관심을가지고있더라고요。네でも会話をしてみたところ辻さんがとても弱さという部分に興味を持ってらして、いろいろ考えてらっしゃった。근데나는그거에대해서평소에아무런생각도해보질않았거든요。でも私はそれまではその弱さという言葉に対して大して反応したことがなく考えたことがなかったんですね。그래서그질문을받았을때その質問を受けた時아무생각없이何のこと考えもなく出てきた言葉がその言葉でした。저는지금아무생각없이말을했다그러지만네何も考えずに私は今言葉を発したと言います言っておりますが내속에있는게그냥나온거예요。아마それは自分の中から出てきたという意味です。奥から出てきた。그저께스지상이랑おととい辻さんと一緒に온천에서하룻밤지내면서一泊しました。많은얘기를나눴는데いろんな話を그얘기의주제도역시약함이었습니다。その時のテーマもその会話のテーマも弱さでした。사람들은제가한국안기부 KCIA 지하실에서두달동안이나가중고문을견뎌냈고私は韓国の安全機密部という KCIA という当時の地下で全ての拷問を受けたわけですが또13년동안이나
독방에서혼자견뎌낸것을보고13년간독방에타이뜨기다수가더미때히토비도와아황대곤이라는사람은굉장히강한사람이다황대곤という人はとても強い人だ라고생각을하기쉬운데一般によく思われるんですけれども스지상도그렇게생각하고있습니다스지상은私のことをそういうふうに思っています근데저는전기간을통해서한번도제가강하다고생각해본적이없어요でも私はその期間の間ずっと全てのことが起きた間ずっと一度も私自分自身を強いというふうに思ったことがありません늘그러한위협을이렇게맞닥뜨리게되면꼭죽을것같은그런그두려움에휩싸였습니다常にそのような危機が一つ一つ訪れるたびに本当に死んでしまいそうなぐらいの恐ろしさの危機感に悩まされました그런데운좋게어떻게어떻게해서계속살아남았던거예요でも運よく本当にどうにかどうにかどうにか今生き延びてきたわけです근데지나놓고보니까でも過ぎ去ってみると모든 그생명의존재들은全ての命の存在というのは기본적으로약하다라는결론을내릴수가있었습니다弱いという結論を得ることができました약하기때문에모든생명을평화를바라는거예요弱いから全ての命は平和を望むんだというふうに思いました내가강하고私が強くて남을막이렇게 해칠수있는능력을가지면은人を傷つけることができる能力を持っていたとしたら평화같은거안바랍니다平和を望むことはないと思います내가약하기때문에私が弱いから평화롭기를바랍니다平和であることを願うんだと思います근데이렇게조그만개미나큰코끼리나뭐小さなアリや大きな象자세히들여다보면それらを굉장히약한존재들이에요사실あのじっと眺めてみると実はとても観察してみるととても弱い存在です그렇기때문에이들도전부평화를원하고있는데ですから彼らも全て平和を望んでいます오직인간만이その中でただ唯一人間だけが자기가강한줄착각하고自分が強いというふうに錯覚して제멋대로날뛰고있습니다跳ね回っている그래서저는오늘날인류가이위기를벗어나려면은この人類がこの危機をいつか乗り越えるとしたら인간이결코강한존재가아니라는것을하루빨리깨달아야된다고생각합니다そのためには人間が強い存在ではないということを一日も早く気づかなければならないと思います제가그영화에서인간이강한위치에서내려와야된다고말했던게그런뜻입니다人間が今の位置から降りなければいけないというふうに言ったのはそのような意味ですはい、ありがとうございます감사합니다あの、田んぼで農作業をしていると農作業하고있으며小さな작은小さなたくさんの種類の生き物たちがいますもちろん農薬化学肥料は使わないので例えば、あぜを歩いているだけで田んぼを踏まないで歩くのが難しいぐらいたくさんの田んぼが、田んぼじゃないや、カエルが飛んでるんですね。で、あぜを作るのにクワでこう入れただけでミミズを半分に切ってしまったり。でも彼らは決して種としては滅ばずに。정물로서는결코멸멸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 멸田んぼにいると頭でなくて五感で、右脳で感じることができるんですね。右脳で感じることができるんですね。右脳で感じることができるんですね。だから弱さは強い。약함은강하다で一方、今、私たちの国の一番偉い総理大臣は、수상은
強いことばっかり言ってます。カムハーマルケソカミヨカンジョルハミ。でも彼はどんどん嫌われていきます。そしてあわよくばこの国を守ると言いながら、この国の人々を、もしくはこの国の生きている全ての生き物、それから他の国まで行って生き物をね、滅ぼすことにこう加担していってしまうかもしれないっていうふうに。とてもあの悲しく思っているんですけども、でも歴史を見れば権力者は常にこう変わってきています。でもお百姓さんは常に虐げられながらも生き抜いてきて、未だに私たちの暮らしを支えてくれる。そんなことをファンさん の, この強さは弱く、弱さは強いっていう言葉で思いました。でもう一つ、私から質問したいのが、今日のタイトルの主流を追わず自分へ降りる。映画の中でファンさんが言っています。文明が発達してきた1億年の間、非主流派はずっと受け継がれてきた。見方を変えれば非主流派に立てば幸せに生きる道はおのずと見つかる。主流だけを追い求めるから希望が見えず恐怖を感じる。非主流の中に若者の生きる道がたくさんある。でファンさんが映画の中で語るんですね。まあ、あの今日皆さんここに集まってる人たちも、まあ、間違いなく非主流だと思う。じゃなきゃこんなところに来ます、ね、でも私も30歳まで主流を追いかけました。いい家に住みたい、お金が欲しい、地位名誉が欲しい、モテたい、たくさん物を持ちたい。でも疲れ果てて幸せになれなかった。非主流に来たら私は今とっても幸せです。ファンさんに、まあ、そういったことをもう一度お話しいただけたらと思います。여러분이거아세요여기있는분들다비주류맞습니다皆さん、あのここにいらっしゃる皆さんはあの非主流です。비주류이기때문에행복하다고고사카상이그랬어요지금非主流だからあの幸せだというふうに今고사카상がおっしゃいましたが、근데만약시대가바뀌어서비주류가주류가되면어떻게될까요네時代が変わって、もしね時代が変わって非主流が主流になったとしたらどうなるでしょうか。그러면행복끝불행시작입니다そうなると、その時は幸せは終わり、不幸の始まりがやってきます。주류는주류は어떤시대건どのような時代であっても주류は幸せになり得ません。네なぜなら주류는주류は비주류를非主流を비주류를착취して、네、착취하고나서얻은지위이기때문에そこから得た地位であるからです、네、행복할수가없습니다。ですから幸せになれません。그러면역비주류는영원히비주류이냐逆に非主流は永遠に非主流なのか。이거는굉장히좀어려운철학적문제로넘어가는데ちょっと難しい哲学的な問題へと超えていくわけですけれども、비주류의철학은지배자가되는것이아니기때문에非主流の哲学は支配者になることではないので시대가바뀌어도시대가時代が変わっても주류가될수없습니다主流になれません。만약주류가몰락하면은もし主流が没落したとすれば、네、평등한세상이되는겁니다平等な世の中がやってくるのでしょう。그러나누군가でも誰かが
거기서 또 권력을 장악하고 착취하면서 누군가가 또 주류가 됩니다. 삭슈시, 누군가가 반드시 주류가 됩니다. 그러나 비주류는 영원히 비주류일 수밖에 없습니다. 비주류는 영원히 비주류. 인간의 역사 1만 년을 보면은 인간의 역사 1만 년을 振り返ってみると 비주류는 사회 바닥에 계속 흐르고 있었어요. 비주류는 사회의 대해에 계속 존재してきました. 우리가 읽고 보는 역사책은 我々が 見ている 역사의 本というのは 역사의 전부 주류에 있는 사람들이 쓴 겁니다. 역사는 전부 주류에 있는 사람들이 쓴 겁니다. 지배와 정복의 역사예요. 지배의 역사입니다. 그리고 우리가 알고 있는 성인들의 말씀은 다 비주류에 있습니다. 그리고 우리가 알고 있는 성인들의 말씀은 다 비주류에 있습니다. 그리고 우리가 알고 있는 주류들은 자기네 통치를 합리화하기 위해서 주류たちは自分たちの統治を合理化させるために 이 성인들의 말씀을 이용할 뿐입니다. 利用するだけです. 근데 대중들은 주류가 이용하는 이 성인들의 말씀을 듣고 주류가 利用する その成人たちの言葉を聞いて 성인들도 마치 주류에 있는 것처럼 착각합니다. 成人たちも主流であるというふうに錯覚をするわけです. 오늘날 그 대종교 큰 교회의 성직자들이나 신자들이 대교회의 성직자들이나 신자들이 사회의 지배자가 되어 있는 것은 사회의 지배자가 되어 있는 것은 이 성인들의 말씀을 잘못 이해하고 있는 것입니다. 예수님이 함께 엎드리면 다림밤도 주라 그랬는데 反対側の方を差し出せというふうに 이런 사람이 어떻게 사회 지배자가 될 수 있습니까? 네, そういうことを言う人がどのようにどうすれば主流になれるというのでしょうか? 그렇기 때문에 지금까지 인류의 문명이라는 것 자체가 今までの人類の文明というもの自体が 성인들의 말씀하고는 정반대로 진행되어 왔습니다. 成人たちの言葉真逆を 歩んできました. 그래서 제가 보기에는 이 문명을 끝장내지 않으면은 私の目には今のこの文明というのを 인간에게는 희망이 없다고 생각합니다. 終わらせないことには 인간には 기복이 ないんじゃないかというふうに思っています. 영원히 비주류를 산다는 건 영원히 행복하게 산다는 것이라고 이해하시면 됩니다. 영원히 非主流で生きるということは 영원히 幸せに生きていくということであるというふうに理解されるといいのではないかというふうに思います. 以上です. 皆さん 幸せなはずですよね. 変化欲しいんだよ。私もいろんな反対運動もしてきました。 原発を止めるための運動も 10年 以上 やってきました。 他にもいろんな反対運動をしてきたんですけども、ファンさんの中で反対しないというアプローチも訴えられています。それをもう少し説明していただいてもよろしいですか。 굉장히 어려운 질문입니다. とても難しい質問です。 저 평생 반대 운동을 하다가 이 나이가 된 사람입니다. 私は今まで生涯ずっと反対運動、反対をしてきて、この年まで、この年に至った人間です。 물론 반대 운동하다가 감옥에 갔고요. もちろんその反対運動をすることによって監獄に行きましたし。 그러나 감옥에서 만난 그 생태학이 監獄の中で出会ったエコロジー 제 생각을 근본적으로 바꿔놨습니다. 私の考え方を根本的に覆しました。 그 생물들의 세계에서는 生物の世界では 내가 누구를 반대하는 개념이 없어요. 私が何かを反対する誰かを反対するという概念自体がありません。 어떤 그 생물학적으로 살기 위한 관계가 있을 뿐이지. 生物学的に生きていくための関係が存在するだけであって. 상대방을 반대하는 행위는 전혀 없습니다. 相手を反対するという行為というのは存在しません。
가령 고래가 새우를 먹는 거 새우를 먹는다고 해서 그래봐 구지라가 에비를 食べるからと 言って 새우가 고래를 반대하기 위해서 삽니까? 에비가 구지라에 반대할 ために 生きる わけではない わけですね. 새우 자체가 에비 자체가 소리 자체가 고래한테 먹히기 위해서 이 세상에 태어났습니다. 구지라에 食べられる ために この世の中に 生まれてきてる わけです. 이 지점을 잘 이해하셔야 됩니다. 이 포인트를 좀 しっかり 理解していただきたいと思うんですが 제가 한국의 어느 그 초등학교에서 생명에 대해서 강연을 하는데 제가 한국의 초등학교에 그 생명에 대해서 강의를 했을 때 그 아이들한테 물었습니다. 아이들한테 물었습니다. 이 세상에 어떠한 생명도 この世の中にどのような 이유 없이 태어난 것은 없다. 생명도 理由なく 生まれた 것은 ない. 그러면서 쥐를 예를 들었어요. 쥐를 이렇게 보여주고 例え話として 네즈미요 例えました. 그러면 이 쥐는 왜 태어났을까요? 자, この네즈미はなぜ 生まれてきたのでしょうか? 하나 네즈미가 손을 들길래 ある子が 手を 挙げました. 대답하라 그랬죠. 答えました. 씩씩하게 뭐라고 하냐면은 とても 力強く 答えました. 고양이한테 잡혀먹기 위해서 태어났습니다. 猫に 食べられる ために 生まれてきました. というふうに 정답. 正解です. 그게 이 세상의 법칙입니다. これが この世の中の 世界の 法則です. 이 지구 모든 것은 생명들의 먹이 사슬로 이루어져 있습니다. この世界世の中のすべては 생명, 命の 피라미드で 網の目のような 관계の中で 生まれています. 내가 누군가에게 먹히지 않으면 이 세상은 더 이상 존재할 수 없습니다. 私が 誰かに 食べられない 限り この世の中は 존재할 수가 되지 わけです. 나는 누군가 살아있는 생명을 먹어야 되고 나는 누구한테 먹혀야지만 이 지구 생태계가 원만히 돌아갑니다. 私は 生きている 何かを 食べていかなければ 生きていけない. そして 私は 誰かに食べられなければ生きていけない. そうなることによってこの地球の生態系というのは 円満に 維持されるわ けです. 지구상에는 인간을 제외한 모든 생명들은 이 관계를 몸으로 알고 있어요. 지구상의 인간을 除いた 全ての 생물들은 그 관계를 몸으로 알고 있습니다. 그래서 그것을 뭐 반대하고 찬성하고를 떠나서 그 자체로 살아가는 겁니다. 그것을 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 반대하고 찬성하고를 떠나서 그 자체로 살아가는 겁니다. このつながりの法則を否定しているわけです. 여기에서 인간이 멸망할 수밖에 없는 이유가 있습니다. 인간이 멸망せざるを得ない 이유というのは そこにあります. 인간이 어떻게 이 자연이 만든 신이 만든 질서를 부정을 합니까? 인간이 왜 この 自然の作り上げた 秩序を 否定することが できるのか. 먹이 사슬에서 인간은 최정점에 있는데 この 피라미드の中で 인간은 지금 頂点에 있습니다. 인간은 누구한테 반드시 먹혀야지만 이 먹이 사슬이 완성이 돼요. 근데 しかし 인간이 ここで 誰かに 食べられて 初めて この 관계というのは 成立する. 누구한테 먹힙니까? 誰に 食べられるのでしょうか 인간은? 누구한테 먹힙니까? 인간을 食べるのは 誰でしょうか? 何でしょうか? 고랑이? 사자? 예, 라이온. 토라. 누구한테 먹힙니까? 사회인가요? 사회도 생물입니까? 사회는 미생물. 정답입니다. 正解です. 인간은 미생물한테 먹힙니다. 인간은 미생물에 食べられます. 그거를 당연하게 생각해야 합니다. 그것을 当たり前の 것として 受け入れなければ 아니ません. 그래야 이 생태계가 무리 없이 잘 돌아갑니다. 하지매때 この 생태계가 무리なく 回っていく. 근데 언제부턴가 인간은 미생물을 적으로 생각하기 시작했어요. 미생물을 적으로 생각하기 시작했어요. 그래서
微生物한테잡아먹히기를거부하고微生物に捕まって食べられることを拒否し백신을만들고항생제를만들어서抗生物質を生み、ワクチンを生み주변의미생물을다죽여버렸어요。全ての周りの微生物を全部殺していっています。그결과가その結果인구폭발입니다。人口の爆発的な人口増加が生まれ지금이생태계는この生態系は인구폭발로인해서人口の爆発的な人口増加によって멸망일보직전에왔어요。今滅亡の多分一歩直前にいると思います。아마일본에도출판된걸로아는데日本でも出版されていると思いますが그카운트다운이라는책이있습니다。미국의아메리카노카운트다운という本があります。앨런와이즈만이라는아렌저자가쓴건데스지신이츠선생도잘알고저지산도よく고소지한분이에요。저도잘아는분이에요。한국에와서같이얘기도했었고一緒にあのご一緒したことがある方なんですが。이분이전세계25개국을돌아다니면서인구문제를조사를했어요。25개국을回って人口問題を調査しました。결론은結論は지금의인구증가를계속하면은このまま人口が増加していくと100년안에인류는멸망한다라고100년이내に人類は滅亡するであろうという結論が出ています。어쩌면은기후이상하고이인구폭발하고겹치게되면은この気候変動と人口変動が50년안에멸종할가능성이큽니다。重なると下手したら50年以内にも滅亡するのかもしれないという見方もあります。でもその根本的な原因が부정하고미생물을적으로간주하고반대를했기때문에이런일이벌어진거예요。このつながり生命のつながりの関係を無視して微生物を切り捨ててきたところに存在します。저는이원리를제가하고있는사회운동에도적용을합니다。私が行っている社会運動にも適用しています。가령지역에제가살고있는지역에원자력발전소가6개나있습니다。私が暮らしているところに原子力発電所が6基があります。저는농사진이라고바빠서원치는않았지만지역주민들이그반핵운동의중심에서달라고부탁하는바람에어쩔수없이대표를맡고있어요。私はあの農が忙しかったので農業にちょっと集中したかったので望んではいなかったんですけれども、地域の住民たちがその対策委員会、地域の原子力対策委員会の代表の代表をお願いされて、地域の人たちにお願いされて今その代表を務めています。저는원전을찬성하는사람이나원전을운영하는사람이나어쩔수없이저와한공간에서공동체를이루고살아야될사람으로생각합니다。私はあの原子力を運営している人たち、それを推進していた人たちも仕方なく私たちと一緒に生きていかなければいけない人たちだと思っています。그래서어떤사안을놓고그들을반대하기보다는ですから何か案件があった時に彼らを反対するよりは서로용납할수있는어떤타협점을찾으려고끊임없이대화를합니다。あのお互いあの妥協点の中間にある妥協点を探すためにずっと会話を続けています。저의궁극적인목적은원전을없애는것이지만私の究極的な目的は原子力発電というものを発電所をなくすことですけれども、저쪽에있는사람은원자력을계속만들려고하는게목적이에요。彼らは相手側は原子力発電所をずっと作ろうと維持しようとすることが目的です。마치접점이없는듯이보이지만接点がないように思われますよね。만나서얘기해보면でも話をしてみると그정해진땅에서이사람은발전을해야되니까같이얘기할거리가굉장히많이생깁니다。彼らは与えられたその土地の空間の中で発電をしなければいけないので、お互い話し合わなければならないことが山ほど出てきます。그중에하나가원자력을어떻게안전하게관리하느냐입니다。今の原子力をどうやって安全に管理していくかということ。지난福島사고이후원전의안전성을들고福島の原発事故以降、原発の安全性を持って원전
運営하는사업자와정부와함께原発の事業者と政府と반대운동하는사람들이反対運動する人たちが지역에모여서地域で集まり、네、굉장히많은일을했습니다、네、多くの話を、네、会話をしました。서로목표는달라도お互い目的は違っても한지역에서一つの地域で끊임없이이대화를통해서공동체를만들어가는게저희목적입니다、네、ずっとあの最後まで、会話を通じてずっと会話を続けてその中で共同体を生み出していくというのが今の私の目的です。그여러분도알다시피반대를위한운동이인류의진보에기여한것이별로없습니다。皆さんもご存知のように反対運動というものが人類に寄与したことはほとんどありません。가장대표적인게代表的にはロシア혁명ロシアの革命です。구체제와자본주의를반대해서旧体制と資本主義を反対して新しい体制を作りました。공산주의共産主義70년동안새로운실험을했습니다。新しい試みを続けてきました。결과는結果は실패입니다。失敗しました。인간이변한게아무것도없어요。人間が変わったことは何もありません。더악랄한자본주의가도달했습니다。あのますますひどい資本主義が到来したわけです。そこには。그러니까무언가반대하고何かを反対して부정을하면否定すると그까르마라그러나요そのカルマというんでしょうかね。후유증네後遺症というのが그것때문에바람직한것을만들어낼수가없어요。네あのまともなものを作り上げることを阻止します。그래서는사회운동도까르마가생기지않는운동을해야된다라고주장을합니다。ですから私は社会運動もそのカルマが生まれないような運動の仕方を、追求しなければいけないというふうに思っています。물론쉽지않은운동이지만もちろん저는楽なことではありません。코사카씨가하는운동도例えば私は코사카さんのカルマが없는운동이라고運動というのもそのカルマがない運動のうちの一つだというふうに思っています。以上です。ありがとうございます。私は先週の土日月と水俣に知南中水俣病の水俣に行って地元の行政から講演を依頼されてお話ししてきました。で水俣病について私なりに勉強しました。で水俣ではもちろん窒素という成長を求める企業とそして普通に暮らすお百姓さん、漁師さんとの戦いになってお金がたくさん落ちるから結局病気になった人たちを見殺しに何年も見殺しにしてって被害が大きくなりました。その対立でその後今度病気が認められた後認定される人と認定されない人でまた断絶が生まれたり戦う中で戦う者同士がまた争い合うという。そして水俣はお祭りがとうとなくなってしまいました。でも、ある市長さんがこれも窒素側の人だった自民党で窒素側の人だったそうですけど誤ったんですね。ちゃんとそこからもやい直しもやい直しそういう意見が違う人たちがもう一回話し合ってこの地域を作り直していくんだという試みがずっと続けられています。それはもやい直しは結果は出なくていいことだそうです。もやい直しはずっと続けていくものでいいんだと。そんなあのことを今思い出しながらお話を聞いていました。똑같은일이제사는지역에도벌어졌습니다。全く同じことが今あの私の暮らしている地域に起きているというふうに言えます。지역주민들地域の住民たちが葛藤を始めて戦い始めた。でそれをあくびるやろちょっと긴데
간단하게얘기하면은간단히言いますと저희반핵운동단체가한국어로한각と言います원전한각운동단체원전의뚜껑에금이가가지고原発の蓋にひびが入りました정부는이걸땜질해서계속사용하려고했어요これを埋めてどうにか使い続けようとしていました우리들은아이거위험하다でも私たちはこれは危険である뚜껑을새거로통째로바꿔라新しい蓋に変えなければならないと要求したわけです그래서계속대립을하다가そこでずっと対立したんですが정부하고타협을했습니다政府と妥協しました妥協点を見つけました원자로를하루라도세워놓으면손해니까1日でも止めることは難しいので여러분100만 kW 원전을하루돌리면한국돈으로30억이떨어져100万キロワットの原子炉を1日回すと韓国のお金でいうと30億ウォンという日本だと3億円ぐらいのお金が発生するわけですね30億円に1億円3億円政府は故障がなもん어떻게쓰든지빨리고쳐서政府は계속쓰려고합니다少しでも本当に1秒でも早く直して使おうとします。그거를우리가ブレーキを걸고私たちはブレーキをかけ안된다통째로가라라全部直してほしいと팽팽하게대립하다가타협을본게でずっと対立したまま妥協した時点というのは당신말대로그러면땜질을하되埋め合わせることにするとして새로운뚜껑을만들때까지만쓰고교체하자新しい蓋がは同時に作って交代する交換するその一応まず埋め合わせて後に交換するっていうことですね그렇게절묘하게타협을했어요そこで妥協したわけです그래서지난땜질에서2년을가동한뒤에여기오기한일주일전에그원자로뚜껑을교체하는행사가있었습니다ひびが割れてそのひび割れを直したのが2年前だったんですけれどもやっとそれが完成してここに来る1週間前にその蓋を変える그뚜껑을교체하는건変えてきました저희주민들의요구였기때문에모두들좋아해야될일이었습니다その蓋を変えるというのは我々住民たちの要求だったのでみんな喜ぶべきことなはずなんですが그래서그날정부관료도오고신문기자들도많이오고政府の官僚から新聞記者もみんな集まって原発に그뚜껑교체하는거를지켜보기위해서지역주민들도많이갔는데家庭を見るために地域住民たちもたくさん集まりました그날아침에でもその日の朝그인근에사는어부들이その近隣に暮らしている어부漁夫お魚を取る人たち漁師さん漁師さんで500名이원전정문앞에모여서原発の正門の前に集まってきて뚜껑교체반대デモを했습니다蓋を交換するのを反対するというデモを行ったわけです원전으로인해서原発によって고기가안잡혀서漁業ができない魚が取れない보상금을달라고その保証金を渡せというデモでした10여년전에보상금을한번받았어요十数年前に一度保証金は受け取ってるんですね근데고기가워낙안잡히니까でもそれよりますますひどくなっているのでとどうなるお魚が取れないのでまたお金を要求してくる来たわけです이게외부인의눈으로볼때는마치주민갈등처럼보이는住民たちの葛藤のように見えます外から見ると이런일이끊임없이일어나는데결국은이런대화를통해서계속풀어나가야되는거예요それも全て会話によって解いていかなければいけない問題です水俣では水俣에서는方言で単語でジャナカシャバットジャナカシャバット言葉があって単語がいますまあ、今のようじゃない世の中シャバっていうのは要するにヤクザでよくシャバっていうけどセサンカチアンヌンセサンじゃなかシャバ今のようじゃない社会そういうものを作っていこうという宣言環境都市宣言をしています
를 만들어 가자는 환경 도시 선언을 하고 있습니다. 네. 에 판상가 そして私、そしてこの中にもそういう活動をしていたりするかもしれないですけども、反対運動とは違って自分たちで食べ物を作っていく、自分たちで分かち合っていく、そういう動きが世界中で点々と生まれてきています。じゃなかしゃば、今のようじゃない社会を作っていくには大胆な革命とか反対運動ではなく、そういう人たちが資本主義の中から湧き上がってきて資本主義を収めていく、そんな革命だと、次の社会の変化はそういうものだと私は信じて、小さいままでいいからお店をやり、小さいままでいいから田んぼをやってきた。ファンさんの中でこの世の中ジャナカシャバにしていくあのイメージはどんな感じですか？ジャガブラジャナカシャバじゃない世の中ってことですね。ああじゃあじゃなかじゃない、지금말씀하신그대로입니다지금오셨다이미지도ほとんど그のままだと思います。지금현대사회의문제를풀기위한여러가지방법들을전문가들이내놓고있습니다지금현대사회의문제를해결するための여러방법을전문가들이打ち出しています。그모든것들이들여다보면다일리가있어요。そのすべては、ゆっくりその内容を覗き込んでみたら一理あるものばかりです。그러나제가보기에는でも私の目では가장확실하면서도一番確実で누구나실천할수있는誰でもできること방법이方法その方法は바로흙에다흙을딛고선무언가생명을기르는겁니다。土を踏んで生命を育てること、何か育てること。저는이것을그동안에써왔던농업이라는용어를굳이쓰고싶지는않아요。私はそこに農業という言葉を使いたくはありません。왜냐하면업업이아닐수도있습니다。それは業では業ではないかもしれない。뭔가흙에다가생명을살려서土に命を내가그래서위안을받기도하고내식량을해결하기도하고そこで癒される心を癒すこともあれば食料を得ることもある。다만중요한건흙을통해서생명을살린다는거죠。でもそこで大切なことは土を通して命を生かすことです。제가지금책을하나준비하고있어요。私は今一冊の本を準備しています。이것을어떻게대중화하게전달할까今の内容をどのように大衆の方たちに分かりやすく説明しようかという悩んでるんですが、다른방법이없기때문에그랬습니다。それは他に方法がないからです。여기에대해서이미많은사람들이얘기했는데저는간디의얘기를해주고싶습니다。すでにこれに関しては多くの人たちが話をしていますが、私はガンディの言葉をお伝えしたいと思います。もう저에게지금까지살아서가장큰영향을끼친사람은私に一番影響を与えた今まで与えた人はガンディと천주교성자인아시시의성프란치스코カトリックの聖人であるアシジの聖フランシスコです。간디가말하길간지의이것봐현대의모든비극은현대의모든비극은대량생산으로부터나온다대량생산から訪れる。여러분대량생산없이하루라도살수있습니까여러분대량생산도ものなく1日でも生き延びられることができますか단하루도살수없습니다1日もう難しいと思います。현대인의모든삶의
道具、現代人の全てのもの、모든게住む場所、食べるもの、着るもの、全て大量生産によって제공되는提供されています。그걸사기위한돈을벌기위해서それを買うためのお金を稼ぐために노예노동을하는것이奴隷労働をして続けているわけです。자그럼대량생산은 어떻게해서이루어지는걸까요자대량생산というのはどのように生まれているのでしょうか예전에흙에서일하던사람들이もともと土の上で働いていた人たちが땅을내버려두고土を置いておいてそのまま放っておいて다들큰공장으로가서 大きな工場に行って대량생산을하는거예대량생산に参加するわけです이걸정치경제학적용어로표현하면은これを政治経済学的な用語で表現するならば자기의생산수단을自分の生産手段を내버리고捨てて임노동체제로들어갔다라고표현합니다임노동임금월급받는노동셀러리들賃金労働の中に入っていくということですね世界に入っていくということですね그러니까이모순을풀려면은아주간단합니다この矛盾を解くためは解くのはすごく簡単です대량생산을혁파하고현대모든비극을해소하려면은아주간단한해법이있어요この悲劇を解決する一番簡単なとても簡単な方法뭐냐면생산수단을다시회복하는겁니다それは生産手段をまた取り戻すことです그생산수단이뭡니까その生産手段というのは土노동하는기구労働をする働くための器具이겁니다それらです생산의3요소가뭡니까生産の3つの要素というのは노동자원자본이자본이労働資源資本です노동은인구가많아서얼마든지공급이돼요노동은인구가たくさんあるのでいくらでも供給できます자본은돈을계속찍어내서얼마든지될수있습니다資本もいくらでもお金を作ること生み出すことができます印刷すればいいので자원은한정되어있기때문에資源というのは어느순간でも없습니다근데자본주의는이세가지가무한한것으로가정을하고でも資本主義はこの3つが無限になるというふうに仮定して回っている이거를대량생산을통해서이세가지를말하자면은착취하고있는거예요この大量生産を通してこの3つを搾取しているわけです우리가이시스템에들어가있는한은私たちはこのシステムの中にいる限り어떤희망도찾을수없습니다どのような希望を探すこともできません그래서생산수단을되찾는다는건생산수단을また取り戻すということ내가다시토지로들어가는수밖에없습니다再び土の中に入っていくということです그게뭡니까농사를짓거나거기서뭔가기르는겁니다何かを育てること도시사람들은토지가없어요都市の人たちは土がありませんでも어떻게되겠습니까じゃあどうなるでしょう저는이렇게제안을합니다私はこのように提案します자기아파트에서自分のアパートマンションで요만한그릇에다흙을담아서뭔가길러보라고小さな器に土を持ってその中で何か育ててみるといい제가생태주의자감옥에서생태주의자가된게바로 이그릇에그저버려진라면용기에콩나물심어갖고자란것이시작입니다私が韓国の中でエコロジストになったその始まりはラーメンの小さな容器に土を持ってそこに命を育てたことが始まりでした매일같이그생명이자라나는모습을보고毎日育っていくその命を그생명과흙과의관계이노치도치노관계그생명과나와의관계이노치도아타시도노관계이거를계속생각을하면서それをずっと考えるようになり아뭔가여기에담긴흙이아니라뭔가진짜흙을만지고싶다이런점점욕구가커지는거この小さな
器の中の土ではなく本当の土を触りたいというふうな欲望を自分の中に欲望が自分の中にたくさん生まれてきました。都市에있는사람들이이런실천을계속하다보면은都市にいる人たちがこのようなことを実践少しずつで実践すると언젠가많은사람들이多くの人たちが땅을찾아서밖으로나올겁니다土を求めて外に出ていきます。저는단언하건데私はこれを断言できます。모든사회혁명은全ての社会の토지문제를해결하지않으면성공할수없습니다。土の問題を、解決しなければ成功することはできません。結局は대부분의사람들에게토지가재분배가되고ほとんどの人たちに、土地が土が再分配され그것으로서자극자족이가능한삶의토대를만들어주는것이それによって、自給自足が可能な、土台を作るということが운동의목표이고국가의역할이라고봅니다。운동의목的であり国家の役割であるというふうに思っています。만약국가가긍정적인역할을한다면국가というものが肯定的な役割をするんだとしたら저는뭐국가를부정하는사람입니다。基本的には国家を否定する立場のものですけれども以上です。では最後に今日のタイトル主流を追わず自分へ降りるなんですけども、もしかしたら日本だけじゃなく世界中でそうかもしれないですけども、大量消費大量生産というこの経済システムの中でみんな自分探しに明け暮れています。私は幸いにしてちっちゃい商売をして田んぼをやるようになって自分探しが終わりました。このタイトルにしたのはこのお店にたくさんの自分探しで悩み深き人たちが来てくれるからこのタイトルにしました。まあ私は幸せになって皆さん不幸だからっていう上から目線っていうのもあるんですけどそれは冗談として、若い皆さんかわからないですけど今日もし自分探しを、してる方がいるかもしれないので、若かろう皆様に最後にメッセージをお願いします。제영화에보면은그私のドキュメンタリーに까치가집짓는얘기가나옵니다。カササギが家を建てる家を作る話が出てきます。コサカさんは運良く、自分が살아갈방도를찾았다고하지만、自分の、生きる場所を方法を探したとおっしゃいましたが、많은젊은이들이多くの人たちが적당한자기의일을찾지못해서헤매고있습니다。自分の、仕事、自分のすべきことを見つけられずに、放浪しています。과연무엇이내가나의일인가私のことであるのか私のすべきことであるのか。저는그까치가짓짓는얘기를들려주고싶습니다。私はそのドキュメンタリーを話したカササギの家作りの話をお伝えしたいなと思います。다른방법이없습니다。方法は他にありません。무수하게시도를해야돼요。すべて試してみなければならない。무수하게시도를해서ずっと試し続ける하늘이어여쁘게여기면빨리그자리를찾아갑니다。その姿を見て天が早く天예쁘게봐줘天ですからね、どっかにいる神様かもしれないですけど天が예쁘게봐줘頑張ってるなって思えば、早く答えをくれるかもしれません。옛날속담을하나여기다붙이면은昔のことわざなんですけれども、지성이면간찬이다。이거정성을지극하게들이면하늘이감동을한다。真心を込めれば天が感動するっていう言葉があります。결국이정성이정성이중요합니다。ですから本当に気持ちが大切だと思います。以上です。はい、ありがとうございます。